はい、ということで本日もやってまいりました古原やすしさ TV よ。はい、今日はですね、皆さん待ちに待った初ゲスト紹介していきたいと思います。もちろん一番最初はやっぱりこの方ですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。本当にめっちゃ忙しい中、なんなら今日この時間にやるっていうのは昨日決まりました。そうなんです。すいません、すいません、本当に忙しいから。だから僕とそもそもじゃあ浪川さんの関係っていうのは、うん、演じ戦でゴーオンジャーです。ゴーオンジャーのもう相棒ですよ。そうですね、相棒のスピードを1年間ね、ずっとやっていただいて、はい、もう本当にね、僕が先に声を入れるんですよ、大体アフレコで、うん、でその後に浪川さんが合わせてくれるっていうことなんで、はい、多分ねめちゃめちゃいろいろ苦労をかけたと思います。いや、好き勝手やるもんね。いやいや、そんなことないけどすごくね、熱意のあるチームだったし、まあ、全然全然そうかもしれないけども、うん、本当にドキドキするのよ、声優の方が。あ、そうなんですか。あの、戦隊の皆さんとあのキラキラした中に入るのは。え、そうなんですか。まあ、たまたまゴーオンジャーは、その人数が多かったじゃん、声優の方、それぞれの相棒がいたから、はいはいはい、だからあれだけど、やっぱりね、すごく緊張する。ああやって本格的にレギュラーで入ったのは初めてだったし、僕。あ、でもマジレンジャーでもね。そう、マジレンジャーのウマ、ウマって最後のボスやったけど、まあ、敵だしね。ああ、そう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 。あとデカレンジャーも出たけど、はい、そのまあ2回とか3回だったから。ああ、そっか。本当に1年通すっていうのは。あ、あれが初だったんですね。初めて初めて。あ、そっか。スピードって言ってもそもそもどれかわかんないか、みんな。浪川さんです。それは浪川さん。やってました。いや、いいですね、今見てもね。もうかっこいいですよね。かっこいい。僕本当にもし車乗るんだったら、このくちばしないバージョンの車乗りたいですもん。めちゃめちゃかっこよくないですか、なんか。まじくちばし嫌な。いや、くちばしだったらすぐ来て飛んでねえよ。いやいや、だってこれ駐車場絶対引っかかるじゃないですか、これ。あー、引っかかるな。ですよね、これバキって行くやつですよね、これ。行くな。あともう踏み切りとかバキバキになる。キバキになるんですね、これ。確かにね。そう、あとこの上のやつとか多分これ車検通んないじゃないですか、まず。いや、まず乗ってこれがどうなるの。はい、ということで本日の YouTube はマッハ全開ゴーレッド、エスミ総帥役の古原やすしさとユーマンザハイウェスターエンジンスピードの浪川大輔でお送りします。はい、ということでうわ超嬉しい、久々だな、この感じ、ありがとうございます。もうさ、急だもんよ。ごめんなさい、本当すいません、本当に。いや、もうだから染み込んでるのすごいよね。まあ僕もなんか言ってて、あ、こう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 って思うけど、いやさ、いや、そうですよね。だって浪川さんはちょっと役がね多すぎて、多分ねそんな全部はちょっと覚えてない。いや、そんなことない、そんなことはないんだけど、やるよみたいな、それもう急にアドリブでやるよみたいなさ、もう相変わらずやわ。ということで、今日は浪川さんとね、ちょっとね、はい、お伝えしていきたいと思うんですけれども、うん、浪川さん、これ持っててください、まあ、はい、ちょっとくださいじゃないよ。はい、全然いいですよ、普通に、普通に、はい、普通に。で、浪川さんが、じゃあゴーンジャーでは相棒だっていうことは分かったと思うんですけれども、じゃあ他の役とかで、皆さん何が知ってるかって言ったら、多分ね、最近、鬼滅の刃とかだったら、花塚さんですよね、花塚さんとか、ワンピースだったら、キラ、キッドな、あ、ごめん、キッド、ごめんな、キッド、ごめん、これ間違えた。キッド、キッド、ほら、ここ鉄のね、そう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 、磁石のやつね、そうそうそう、そう、ワの国では結構大変なことになってますけど、そうですね、はい、キッドだったりだとか、まあ、個人的に僕大好きなのが、メジャーのギブソン・ジュニア。いや、だいぶ個人的に。いや、いい作品よ。大好き。あれでもね、まあね、子供のヒーローだったから分かると思うけど、はい、メジャーって作品は結構お子さんにも人気があるんですよ。はいはいはい、で、結構イベントにそのライバル役として出る。はい、で、シゲノゴロウっていう主人公がいるんだけど、2人で出ても、大体子供はみんな僕に画像飛ばしてる。ですよね。ちょっとわ、なんか、ヒールですもんね、若干ね。こいつみたいな顔で見てくるっていうのは、だからね、こう、そこなんだと思った、今。いや、ギブソン・ジュニア、本当に良かったですね。いや、なんか、バイオレット・エヴァーガーデンとか言われるのかなと。あー、いや、そう、逆に、そう、聞きたい。みんなのイメージの浪川さんって、誰なんですか？あ、おいじゃない、ルパン三世でしょ。あー、ルパン三世、ルパン三世でしか覚えもん。
浪川さんって分かってて見てもやっぱちょっとなんか、あ、これ浪川さんって思いますね。そのモノマネが苦手なんだけど、初めてモノマネ研究したオーディションのモノマネだった。あ、そっか、やっぱり五右衛門合わせでお願いします、ね、そうまあ10年やってるけどね。で、あとあれじゃない、ハンターハンターのヒソカ。あー、そうか、そうそう、ヒソカですか。そう、まあ2代目だよ、全部2代目、五右衛門も。うわ、ちょっと待って、これ本当に、本当に、もうこれ視聴者が言ってるんですけど、やんねえ。視聴者が言ってるんですけど、そう、またつまらぬものを切ってしまった。一回だけ、いいです、一回だけお願いします。いや、もう、一回だけちょっともったいないです。またつまらぬものを切ってしまった。五右衛門だ、本当だ、すごい。いや、五右衛門やん。やばそう。で、出るんですね。リビューだ、リビューどころかずっとやってるやん。これもう長いですから、37年間ですか。そうです、37年間で僕より年上ですから、もうもはやもう芸歴が僕よりも上にいってるっていう。で、浪川さんが本当にすごいのが、最初会った時とマジで何も変わってない、ずっと若いんですよ。いや、変わっとる。いや、全然変わってない。腰も痛いもん、膝も痛いやめて、そんなおじいちゃんみたいなこと言うのやめて。もう先輩のみんなって20代じゃない、みんな会いたい、まあ、10代の方もいるじゃん、うん、40で自分って考えてみるもうおっさんよってことはゴンジャやってた時は33とかじゃない。あ、じゃあちょうど僕、そうそうそう、変わらないから、そう僕本当にね、俳優さんもよく言われるんですよ、うん、なんかずっと若いねみたいな感じ言われるんですけど、でも声優さんも結構化け物多くないですか。声優さんね、化け物多い、多いですよね。あれでもね、なんでかなって考えることもあるんだけど、やっぱずっと若い役をやり続けたりとかするのも影響してんじゃないかなと思った。なるほど、その俳優さんとか女優さんってやっぱ年とともに年相応の役をやってるじゃない、はいはいはい、で声優もそうなんだけど、それでもいまだに高校生だったりとか、だから例えば配給とか、はい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 、とかやった時とか、はい、やっぱ周りもいい年いるけど、若い子も多いから、すごい、その空気感に、だからキャラクターが10代だし、声は老いないんですか。老いる老いる、全然老いてないでしょ。いや、老いる、全然老いてないですよ。老いるよ、もうすぐ痰とかからいや、やめて、ね、長く続けられない、なんかすごい長音っていう、いわゆる長い音を出すとか、うん、でもそれは肉体的な問題で、ね、だそういうのはいろいろあるよな、どうしてあるんだ、うん、あるだってこうやって見たらめっちゃ元気じゃないですか。で、意外に体に来てるところがってあるから、あのね、40過ぎてから分かると思うけど、人間ドックに行くようになった。いや、嫌なんだけど。いや、今健康なんだ、今健康なめに。そうでしょ。で、数値が毎年下がる。何も数値の話はしないでほしいんだけど。あとね、同年代になると本当病気の話ばっかり。あら、浅野さんとは同い年でしたね。ですよね、うん、そう、最近本当浅野さんも結構仲良くさせていただいてるんですけども、浅野さんの顔がなんかずっと若くないですか。浅野くん若いね。若いですよね。若い。え、なんなんですか、なんかやってるでしょ。浅野くんはあ、やってんな、多分。なんもだっておかしいもんね。キレイさん、キレイさん、ただね、共通してるのはサウナ。あ、好きなんですか。サウナ大好き。ちょっと待ってください。俺なんか浅野さんに、俺サウナ苦手なんですよって言ったら、今度ヤス君をサウナに連れて行って水風呂に沈めますって言われてるんですよ。あ、いやいや、いいと思うよ。嫌なんですよ俺それ。水風呂あ、よくわかんないですよ、なんであれがいいんですか。なんか難しいこと言うとわかんないだろ。わかんない。だから体に熱くてストレス与えて、はい、今度冷たくしてストレス与えてやべえって体が思うわけよ、はい、ピンチだピンチだと思って、はい、それで出て、はい、こう普通の外気浴って言うんだけど、普通のところにいると出た、外気浴って言ってたでしょ。そうすると人間って戻ろうとするわけ、もう頑張ろうっていう、体がし、やばい、でもいい、復活させなきゃっていう、それがこういわゆる整うという。でもね、整うって言ってる人の本当かなと思う、マジでそれはいいんだよ、サウナの話はどうでもよくて確かにサウナの話するけど、何人、何人呼んだの今日そう、ま、今日呼んだ理由がそうだよ、ね、そう俺随分前向きなのかな、すいません、なんか何かさんと久々に話すけど俺も嬉しくてさ、はい、で、今日呼んだ理由はですね、私フラレンスさんはですね、去年の末に所属をしていた事務所を辞めて今フリーになったんですけれども、フリーにやっぱなったからこそ芸能界の大先輩である、なんなら芸歴37年である、そして
今個人事務所じゃないですか。そうだね。の浪川さんにこれ芸能界を生き抜く秘訣みたいなのをちょっと教えてもらいたいな。いやいやこっちが知りたい。いやいや長いじゃないですかだって、うん、やっぱアドバイス欲しいなと思ってやっぱ先輩に、はい、最初はだってもともと俳優っていうか子役ですよね。そう子役ですよね、うん、子役からなんでその声優に行ったん。いやあのね劇団が児童劇団だったんだけど、劇団がその先輩に池田修一さんのシャイやってる声優声優をやってる人が多かった。はい、周りも同じ赤つながりじゃないですか。いやいや、まあそうそう、同じ赤つながりじゃないですか。何でもつなげるんですよ。一番最初のデビューはだから声優だもん。声優の方が先。あ、そうなんですね、うん、でも、はいはい、まあ、サラリーマンやって30でやっと声優でくれるようになったから、はい、30から、まあ、本当芸能一本やってるって感じなんで。サラリーマンやってたんですか。そうだよ、23から30年。マジっすか。でもやめてるわけじゃない芸能。あ、うん、なんかさ、この芸能界ってさ、事務所に所属しててもさ、はいはい、フリーであってもさ、はいはい、資格があるわけじゃないじゃん。ああ、メインの状態、社員証とかさ、そういうのないです。何にもない、うん、なんだったら保険とかさ、なんもないじゃん。なんもない、本当に。ルール構成ゼロ。自分で俺、芸能人ですって言ってから、本当に恥ずかしいですよね。恥ずかしいな、そっくってなるじゃん。なるほど。だから、やめてはなかったけど、うん、別にその会社に迷惑かけるわけでもなく、仕事もできたから。はい、うんうん、あ、じゃあ、サラリーマン時代もやっぱやってはいたんですか。やってはいた。うんうん、まあ、ほぼって感じだった、はいはい、でやってたけど、それでご迷惑をかけるようになったから辞めたっていうふうにはね。そうなんだ。で、今思うと、はい、いろいろ見てきてダンと言って住む仕事があるからさ、ないわけで、ね、意外。そうだよな、この浪川大輔が30ぐらいからやっとじゃない。で、今事務所やらせてもらってて、はい、社長っすよね。そうそう、今だから役者も50人ぐらい。社長マジっすか。うん、うわすごっ。そうなんで、学校までやっちゃってね、養成っていうのはちゃんと夢があって、その何だろう、後進の育成っていうのは本当に最初から掲げてたから、うん、でも超嬉しいですよ、浪川さんにすんの教えてもらったから。いやいやいや、でもね、本当難しい人を育てる。ああ、え、なんか逆にいないですか、そういう浪川さんの若い時代の生意気なやつとか。だからさ、これ難しいのさ、その大体売れてる今の40代、30代の声優さんもそうなんだけど、はい、癖強いよね。ですよね、絶対そうですよね。俳優さんとかもそういう人、はいはい、癖強い多いよ。本当に、はい、わかりました、はいはいはいって言ってる子って、まあ、中にはいるけど、奇跡だよ、ほぼいない。ほぼいない。いや、いるけど、だけどやっぱり若い子、特に二十歳とかそこそこの子が、はいはいはいしか言わなくて、じゃあこういう風に芝居してみようかとかね、はいはいはいって言ってる子は大体残らん。え、ちょっと待って、だって浪川さんに教えてもらったらみんなはいはいってならないよ。ずっと僕がそばにいて、何かの台本もらった時に僕が教えるわけでもないし、あ、自分で考えなきゃいけないわけですね。そっかそっか。だからそう考える時に、やっぱ物事を斜めに見るやつとかの方が、うん、結構面白いねって言われがちだよね、うん、じゃあ逆にちょっと生意気なくらいのやつも残るってことですね。だからそれがまた難しい狭間がさ、うん、そうするとスタッフが使いづらいとかなるとか、いろいろ両方の面から僕も見れるようになったんだ、はい、スタッフやって役者やってっていうのは。で、結果、これがいいか悪いかなんだけど、もう自分にある縦と横のつながりのみが力になる。縦と横のつながりのみが力になる。糸みたいな話ですね。わかりました。もちろんね、その先に応援してくれる皆さんがいるから、頑張れるし、その人たちがいなければ、もうただのアホの集まり。言い過ぎですよ。演じてくれる人がいるからっていうのは大前提。確かに、しかも浪川さんとかになると結構ギャラ高いじゃないですか、絶対に。これは声優、そうでもない。え、うん、そうでもない。嘘。声優って分数で決まってるんだよ。あ、そうなんですか。だから15分台の、うん、30分番組とか、はい、45分番組、60分番組っていろいろあるでしょ、うん、それもゴールデンなのか、はい、配信が多いからあまりあれだけど DVD になるかって、はい、元々が1万5000円スタートだから、15分1万5000円、うん、なんで、あのね、ジュリアって若い子は30分だろうか劇場版だろうか、はい、その1万5000円のジュリアって言われてる人たちは何やっても1万5000円。え、時間関係なく関係ない。えっ、ー、何でもなるとランカーっていうんだけど、そうなると
1万5000かける 2. 点何倍とか、それで次分数によって変わってきたり、劇場になって車が変わったりとか、あとはランクでも1000円ずつなのか、1万5000からスタートして1万6000、1万7000、まあ、ノーランクっていう人もいますよ、もちろんすごい、いわゆるいくらみたいな。ああ、ノーランクはあるんですね。あるけどほとんどいない。日本でいうのはもう数名。ノーランクってもう80代だから。あ、じゃあ、いや、俺40代だよ。俺がノーランクだとやばいっすね。やばいっすね。やばいっすか。だからそういう意味では全然アニメのレギュラーの一本やったから、うん、生活できるかっつったらできないと。ジュニアはできない。うわ、厳しい世界。そうよ、そうよ。だから本当に自分を覚えてもらって、あの役良かったし、あ、じゃあちょっと使ってみようかなとか。あとはオーディションの世界だから。あ、そうか。みんなオーディションで勝ち残らないと。はい、質問です。はい、え、浪川さんも今もオーディション受けるんですか？マジっすか？え、機会とか。もちろんオーディションじゃないのもあるけど、オーディションがほとんど。え、だって、ちなみになんですけど、ワンピースは、あれはね、オファーですよね。え、鬼滅はオーディション。マジで。浪川さんもオーディションが受けるの？受けるオーディション。え、なんか超意外なんですよ。だから声ももうオーディション。マジで？スピードはオファー。いや、でしょうね。いや、でも俺嬉しい。本当浪川さんよかったもん。本当によかったもん。え、マジで？そうだよ。ここ来る前も一本オーディション受けてきた。超意外っす。オーディションだよね。まあ、指名のオーディションってのは、この役を何か受けてくださいとかっていうのはあるけど。でもやっぱり風早くんみたいなちょっと若い系のとか、あ、まあ、最近減ったけど風早くんもオーディション。マジで。え、ちょっと待って、これビビるな。何で浪川大輔が世に広まったというか、これを覚えてもらったというか。アニメは君に届けるかな。やっぱり33しかない。マジっすか。そうそう、が10代やつ。高校生。めっちゃいいっすよね。歌もいいし、最高だし。でもあれで原作の先生が、一つだけ注文がありますって言われて、うん、ちょっと女を知ってる声だ。って言われて。いや、いいじゃん。知ってそうじゃないですか。いや、30超えてっから、そうなんですね。だけど、うん、風邪だよと違う。もう手つなぐ。もうピアピアだし。確かに。ピアピアだし。それをちゃんと隠しきってください。声優だからそういう匂いとかそういうの出さないでください。なるほど。ピュアだね。ピュアなのを演じたらその血もめっちゃ出ますね。面白いよね。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。